コーニッシュレックスは猫の品種の一つで、その特徴的な外見と独特の性格で知られています。起源、コーニッシュレックスはイギリスのコーンウォール地方で1950年代に発見された比較的新しい猫の品種です。この品種は遺伝子の突然変異によって生まれ、その特異な外見が特徴です。外見、コーニッシュレックスの最も顕著な特徴はクリンクリンとした毛皮と細長い体つきです。彼らの毛皮は非常に柔らかく、シルクのように光り輝き、毛が波のように縮れています。また大きな耳と太い尾を持ち、その風貌は独特で魅力的です。性格、コーニッシュレックスは賢くて遊び心があり、活発な性格を持っています。彼らは好奇心旺盛で、物事を探求し、新しいおもちゃやゲームに興味を持ちます。また人懐っこくて社交的で、家族との絆を大切にします。抱っこや触れ合いを楽しむことが多いです。ケア、コーニッシュレックスの毛皮は独特で魅力的ですが、他の猫種と比べて薄く、体温を保つのが難しいため、寒冷な気候では保温に気をつける必要があります。また皮脂の分泌が多いため、定期的なお手入れが必要です。ブラッシングやシャンプーを行い、肌の健康を保つことが重要です。結論、コーニッシュレックスはその独特な外見と楽しい性格で魅力的な猫の品種です。知識が豊富で遊び心があり、家族との絆を大切にする彼らは多くの猫愛好家に愛されています。ただし彼らの毛皮や肌に適切なケアが必要であることに注意し、それを提供することが重要です。